光合成の木2006平川茂子は人間を包む環境をテーマとしてフランスを中心にヨーロッパ、アメリカ、日本で活動するフランス在住の現代美術家福岡県久留米市生まれ1983年徒仏水、空気、太陽エネルギー、植物をコンセプトの基盤に置いて作品群を制作している2004年1月空気が危ない エアー・インペリルプロジェクトを構想。人間社会の大気汚染がもたらした欧州の森林の被害に関する欧州連合の報告書が直接の発想の大元となった。空気が危ないプロジェクトは大気汚染で被害を受けた森林がエコシステムが低下して酸素を供給できなくなってきているらしいことを世界に訴えようとするもので森林の光合成を助けようと光合成を 視覚化する光合成の木、光合成で発生する酸素分子、新しい空気を生み出す動力メカニズムを形にした風車の3つのエレメントで構成されている。空気が危ないプロジェクトのキーエレメントである光合成の木は構想の2年半後の2006年秋にフランスアルジャントゥユ市で初めて実現した。揚力素ならぬ。 太陽光線で色を変える人工の特殊ピグメントを混合したプラスチックディスク1500枚を木の葉のように木に取り付け大気中の二酸化炭素を吸収して我々に酸素を供給する植物の光合成を人工的に毎日視覚化させてみせた。神々の滑り台2006環境を多角的に把握して生まれてくる作品には私的な空間を作り出して見る者を誘い込むようなものが多い。 地球異常気象の危機に追い込んだ経済中心主義社会へのアイロニーを込めた作品、神々の滑り台は日本の神々の中に現代の自然への恐怖を払拭する方法を見出したもの。また2006年、ベルギー、リエージュ州の野外展企画テーマ、私的空間において、平川茂子は羽を持つ木を制作した。欧州のカエデの趣旨が 昆虫のような羽を持ち、舞いながら遠くへ風に乗って運ばれることにインスピレーションを受けて根を張った親木にも大きな羽を持たせたもの。1953年3月14日、福岡県久留米市生まれ。3歳の時に久留米市に石橋美術館が建設され、郷土の画家の絵に魅了される。7歳の時、家族と共に上京。以後数回。 国内を移転するが、毎回異なる環境への対応へ心を砕く。1971年、東京女子大学に入学し、日本史を専攻。卒業の翌年の1976年、東京芸術大学に入学して、油絵を収めた。1983年、フランス政府級飛留学生として突出し、パリ国立高等美術学校に在籍して、オリビー・ズブレに支持する。 都フツの翌年からサロンを手始めに活動を開始し、旺盛な仕事の中で都フツ当初平面であった作品は、1985年には立体やインスタレーションへと急激な進展を見せた。1985年、南フツカーニュの近代美術館主催、国際絵画展において、全会一致の審査員奨励賞を受賞。1987年、 フランスのアーティストステータス獲得。1987年から1990年まで、サロンドラジュヌ・パンチュールの公募審査員を務める。野外のインスタレーションに取り組むのは1989年、北フランス、トリサン・レジェでの企画が最初。全長36メートルの木のインスタレーションを制作。1992年、イルド・フランス地域議会のトプロジェクトで、彫刻。 浮島を制作。同年、アンリ・ゴーディエ・ブルゼスカの生誕100年記念彫刻コンクールで入賞し、オルレアンの衛星都市、サンジャン・ドブレーの県立公園に浮いた芝生と水を、発体系を点在させるインスタレーション、回転する楕円を作った。また初めてのベルギーの古典で、それまでアトリエで行っていた繁華絵画ともいえる、脱色作業を屋外に持ち出して行い、 太陽光線の意外な力に目を開いた。植物、水、太陽光線という自然のエレメントに出会った都市である。同年、フランス文化省の芸術家用アトリエに入居。京都寿、市1997京都寿、市1997以来、フランスを中心に、ドイツ、ポーランド、イギリスなど、ヨーロッパ各地で発表。仕事の移動のたびに、 現地の環境や人々の出会いの中から手がかりを収集し、人間を包む環境に関わるグローバルなテーマへと凝縮させつつ、空間を変容するスケールの大きい作品を作り続ける。1997年、南仏のモンドマルサン氏が企画するトリエンナーレで、野外インスタレーション、系統樹、誌、変容、生を制作。肉親の死にインスピレーションを受けて川沿いに制作した。 インスタレーション、系統樹、地は、全長130メートル。用いた約40個の木の切り株は、高さ2メートル以上、1個の重さ1トン近く、合計40トン以上を利用。潜水の中に、松の木を12本立てた、変容、生は、人間と荒々しい自然の共存を助けて生き続ける、モンドマルさんの人工の松林にインスピレーションを、受けた作品。 フランスの美術批評家、ピエール・レスタには、これらのサイトスペシフィックインスタレーションを、現場で見て、ランドアートの近代物質主義とネオゼンのミニマリズムの、境会の仕事と形容した。2000年、1999年年末に、フランス全土を襲った大嵐と、その被害に対する人間のリアクションを題材にした、作品群を、古典、アップロプリエーションで発表。2001年、 人間と水との関係を追われる水と題したプロジェクトにまとめ、パリ近郊マラコフ氏の企画個展で4つのインスタレーションを制作発表。2003年、南仏エロー県県庁コミッションで水と空気のインスタレーション、接続された空気復従した水を制作。モンプリエ市、シャトウ道公園敷地に展開。2003年、日本文化庁在外。 研修特別派遣研修員として初めて渡米し、ニューヨーク滞在。フランスで日本とフランスの二つのカルチャーを背負いつつ、活動する事故の経験に根ざし、ニューヨークのバイカルチュラルなアーティストたちのメンタリティの持ち方や活動ぶりをインタビューして回った。国というおののの社会環境の違いを背景に、アーティストの活動と作品への考え方の違いを探って、 欧州とアメリカの現代文化比較に迫ろうとした。2004年、初めてのエコロジカルアートであるプロジェクト、空気が危ないを構想。2004年、アメリカ、ニューヨーク州、アート・オーマイで、アーティスト・イン・レジデンス。酸素分子を制作。空気が危ないプロジェクトのキーエレメント、光合成の木は、2006年秋冬、フランス、アルジャン・トゥイユ市の企画古典で実現。 引き続き、2007年夏、北フランスの鉱山歴史センター、炭鉱博物館で、光合成の木の古典。2007年秋冬、アメリカ、ニューヨーク州、ジャメイカのジャメイカセンターフォーアーツラーニング企画、ジャメイカフラックスに、光合成の木出品。光合成の木2 0 0 6年から2007年、アメリカ、ニューヨークのポロック・クラズナー財団からグラントジュ。 2007年、東京芸術大学大学美術館主催、パリへ芸術家たち100年の夢展に出品。1999年4月から2000年3月まで、白水社出版雑誌、フランスに現代アートの必需品連載。2001年から2002年まで、白水社出版雑誌、フランスにコンテンポラリーアート連載。その他単発コラム、ありがとうございます。